小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。八仙、雨が多い期間言われとってな、嫁取りやら造作やら仏事なんかは今日やって言われとるよ。一粒万倍日ついとるな。一粒の種が御三に増える。えもんばかり増えたらやけど悪いもん増える可能性あるさかい気ぃつけて。六曜は友引き、友を引くから行事は避ける。朝夕は吉、お昼間は今日。今日の絵とは水の絵ね。水の絵もね、ネズミもどっちも用の水や境に、音用五行の流れは良くも悪くも勢いを増すいう秘話や。まあざっくり暦の注釈言わせてもうたけんのも、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。